ありがとうございます。はい、はい。どういうこと？通行止め？ぐるっと回らないかんってこと？これいかん。がん、ちょっと電話しよう。マジか。あ、すいません。高ぼっち高原キャンプ場に行きたいんですけど、今Google ナビで、設定して。ちょっと登り始めたら通行止めの看板があったんですよね。これどこを通っていったらいいんですかね。はい、はい、はい、お世話になります。はい、はい、はあ、ははあ、何ルートですか？あ、崖の湯ルート。あー、なるほど。群青閣ってどんな字を書くんですか？上、あー、群青閣出てきた。はい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 。はい、みなさんこんにちは。博多のおじさんソロキャンパー、ご機嫌焚き火を眺め、大雪はしゃいで絶景求め、いつやサイダーいただきます。バリウマバリウマ連呼します。こじらせ一人どこへでも、時にはバイクでキャンプも、この感動あなたに届け、こじこじちゃんちゃんこじチャンネル。ですね、この東山ルートを越えていくルートが出てくるんですよね。この通行止めを通ってそこに行きなさいっていう風に出るんですよね。いやいや、わかるんですけど、群青閣を設定するとですね、そっちルートしか出てこないんで、そこまでどうやって行ったらいいかがわかんないんですよね。一回降りて、20号線から塩尻市道、あ、東山三六線っていう方に行けばいいのかな。わかりました。じゃあちょっとそのルートで行きます。はい、はい、あー、そうなんですね。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。いやー、遠回りだな。1時間かかるぞこれ。よし、
しょうがない、行くか。これね、こけんようにせんとね、危ないんですよね、この坂道 U ターン。よいしょよいしょ、よし、オッケー。ああ、まあ旅にはトラブルはつきものですよね。しょうがない、しょうがない、しょうがない。から行ってくださいって言われて、名前からしてね、ちょっと嫌かなと思ったんですけど、まあまあガタガタな、この一応舗装路なんですけど、ガタガタなんですよ。やばい、これ前から車来たらアウトだなこれ。見てください、このナビ、崖がやけん、怖い怖い。
車で来て、よいしょ、こじチャンネル。の、はい、あの道路際に、はい、あの少しあの薪になるようなものがありますので、それはもう自由にお使いいただいて結構です。なるほど、はい、で乾燥してるんで、あ、分かりました、はい、
高ぼっちキャンプ場到着しました。ちょっとね、隣のサイトとめっちゃ近いし、今回はですね、多分喋れないと思います。なんでこうテントから離れた時にね、こうやって喋ってるんですけど、あのゆるキャンに出てきたあの鉄塔、あれ見に行きたいと思います。ここはですね、標高が1600メートル以上あるんですよね。なのでさっき管理人さんがですね、まあ、あんまり寒い時はですね、カッコつけずにどんどん着込んだ方がいいよって言われましたね。まあね、氷点下キャンプも何回もやってるんでね、その辺は心得てるんで、無理はしないようにしたいと思います。ゆるキャンに出たやつ、草競馬場、なんかね、さっきからクークーってなんか鳥が鳴いてるんですよね。何の鳥ですかね、あれ。うわ、すげえ、何ここ、バリ芝生じゃん。ここでキャンプしたいな。うわ、すげえ。夜景がね、楽しみですよ。何が泣いてんだ、あれ。ちょっとね、ちょっとガスってますね。アルプスの雪がね、残ってるのが見えるんですけどね、肉眼で。カメラでどうかな。もう今テントサイトからだいぶ離れてるんで声出して喋ってるんですけど、お隣さんはもうすぐ真隣なんで、あのここのオートサイトがね、3サイトあるんですよ。3サイトで、そこの真ん中が小路さんなんですよ。なんで両脇の方にさっき挨拶しました。あの動画撮るんでボソボソ喋るかもしれないですけど、あの大丈夫ですかって聞いたら、あ、大丈夫ですよって言っていただいたんで、小声でねちょっと話すとは思います。ただ音声はね拾いきらないと思うんで、テロップが多い動画になるかもしれません。その辺ご了承ください。いや、しかしここね、キャンプ始めた時にゆるキャンを見てたんで、ずっと来たかったんですよ。昨日のふもとっぱらもそうだし、昨日温泉に入ったあのほったらかし温泉ね、あそこのキャンプ場にも行ってみたいんですよね。で、今日来る途中に見たあの港湾キャンプ場、あそこにも行ってみたいし、行ってみたいキャンプ場はね、いくつか残してるんで、また時期を改めてチャレンジしに行きたいと思います。今日は高ぼっちを楽しみます。あのクークーって鳴いてる鳥の正体を発見しました。キジですね、野生の。そこにいるんですよね。こじチャンネル。今日買い出しをしてきたんですけど、7泊のうちのちょうど真ん中、中日でちょっと疲れが溜まってるんで、もう調理をいろいろしたくないなと思って、そのまま食べれるものばっかり買ってきました。あのしょうがない、マジきついもん。まあまあしょうがないですね、年なんで。51歳でも頑張ってますよ。あの50代のね、この視聴者さんたくさんいらっしゃると思うんですけど、年だからとかね、
そんなことでいろんなことを諦めないで楽しく生きていきましょうっていうね、なんか元気を与えれる動画になったらいいなと思って、今回動画を撮っています。はい、まあね、ただ無理だけはしないようにね、出発の日にね、家でちょっと軽いぎっくり腰をやっちゃったんですね。風がすごいな。ちょっと風に当たんないとこに行きます。軽いぎっくり腰をやっちゃってるんですよ。なので本調子ではないんですけど、まあバイク乗る分も大丈夫なぐらいの腰の痛みなんですけど、今日入ったね、なんだっけ、毒なんちゃら光線、ここに来る前に入った温泉、あそこがめちゃくちゃ良くてですね、もう体に効きそうな色してたんですよ。お湯の色が鉄分が多いっていうかね、光線なんで、まあ鉄分が多いんでしょうね。あそこ入ったらね、だいぶ良くなったんですよね。あの温泉もなんかちょっと寂れた感じの温泉旅館でしたけど、めちゃくちゃ温泉は良かったですね。あとちょっと高い、日帰りで1100円なんでちょっと高いですね。まあでも腰の痛みがだいぶ収まったんで良かったです。はい、じゃあちょっとね、サイトに戻っていろいろ準備をしたいと思います。はい、高尾ぼっちでのキャンプが始まりました。始まりましたけど、ここ薪が売ってないんですよね。で、枝拾っていいですよって言われたんですけど、なんかね、風がちょっと強くて、ピコグリルなんでね、なんかこう、隣のサイトも近いし、なんか、隣の人に火の粉飛ばしても申し訳ないなと思って、今日は焚き火は諦めます。幸いね、調理しなくていい食材を買ってきてるんで、今日は焚き火なしで、まったりと過ごして、夜暗くなったら夜景を楽しみたいと思います。いやー、高渕最高ですよ。人少ないしね。このオートサイトはもう3組限定、で景色の見えない方のサイトもね、4、5張しかいないですね。人が少なくてめちゃくちゃ最高です。ちょっとね、雲がかかってるんで、アルプスがね、綺麗に見えるかどうか、ちょっと心配ですが、夜景が綺麗なんでね、ここ。こっち側が、松本市、こっち側が塩尻市、二つ夜景が見えるらしいんで、それが楽しみです。じゃあ、夜までゆっくりしたいと思います。忘れてました、節約の野菜だ。いただきます。じゃあ皆さん、
そろそろビールを飲みたいと思います。じゃあ皆さん乾杯。
カエルをね、首の後ろに入れたら寒くなくなりました。Thank you.
はい、皆さんおはようございます。朝を迎えました。今朝6時半ですね。めちゃくちゃいい朝を迎えました。さっきコーヒー飲んだんですけどね、人生で最高の朝コーヒーでした。インスタントやけどまあね、バイクで旅してるんで、コーヒー豆とかミルとかいろいろね、持ってくると荷物入らないんで、今回は全部インスタントでコーヒーを飲んでるんですけど、まあインスタントでも普通に挽いたコーヒーと同じぐらい美味しく感じますね。最高です、最高。この高ぼち高原はね、ゆるキャンに出てきたキャンプ場なんですけど、甲信越7泊8日のキャンツー旅4泊目が終了しました。中日でねちょっと疲れてたんで、昨日はゆっくりさせてもらいました。夜もね、昨日はねちょっと曇ってたんで、このアルプスが雲がかかって見えなかったんですよね。雲がかかってなかったらね、タイムラプスでも撮ろうと思ったんですね、夜景と一緒に。あれ松本市ですね。この辺にちょっと見えてるんですけど、ここは塩尻市、両方ねこう夜景が見えるんですけど、まあ曇ってたんでねタイムラプスは撮りませんでした。またね、いつか来たいなと思うキャンプ場でした。めちゃくちゃ良かった。夜はねなんかもう疲れてて、酔っ払ったのもあってですね、いろいろ撮影せずに寝てしまったんですよねなのでだいぶ睡眠もとったんでね、体力はだいぶ回復しました。で今日昼からね雨予報なんですよね。全国の天気予報見たらですね、日本全国雨なんですよね。雨をもう逃れることが多分できないと思うんで、もう仕方ないんですけど、そこもね標高が高いんで、標高が高くて雨でちょっと体力的にどうかな、寒くて耐えれんかなとも思うんですけど、ちょっとね北海道をねたくさん買い込んでね、なんとか乗り切りたいと思います。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次のキャンプ場でまたお会いしましょう。